はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ラーメンを食べにこちらは早稲田の方まで来ております。今日ですね、食べるラーメンなんですけれども、ラーメン藤丸さんでございます。なぜね、藤丸さんのラーメンを食べにこちら早稲田まで来ているかと言いますと、ただいまですね、ちょっと期間限定で早稲田の店舗の方に、昔ですね、藤丸の西新井店さんの方で店長をやられてた方がですね、今期間限定でこの早稲田の方に、勤めていると、まあ、そんなねお話を聞きまして、これは食べないかんと思い、訪れた次第でございます。ということで、僕の目の前に今見えておりますのがこちらラーメン藤丸、西早稲田店さんでございます。今ね、時刻の方は14時半となっておりまして、お店の方にも、撮影のね約束をお願いしておりますので、早速ね店舗の方に入って美味しいラーメン食べていこうと思います。ということで、本日ですね、お世話になります、こちら、西早稲田店さんの、ラーメン完成しておりますけれども、第1杯目めちゃくちゃうまそうで、今回なんですけれども、せっかくですからね、まあ、紹介動画ということで、1杯目は、おそらく皆様が来た時に頼むような中サイズ、並サイズですね、茹で前でいうと 300g の麺量のメニューをこちらいただきつつですね、後ほど2杯目には一番でかい、500g 麺が入ったメニューに豚増しをしながらですね、いろんなトッピングも加えて食べていこうと思いますけれども、早速ね、この普通の通常のラーメンですね、いただきます。もうね、匂いがたまらんすわ。やっぱりこのね、藤丸さんといえば液体油の下にね潜んであるこの醤油のスープですよ。あ、めちゃくちゃうま、うん、まい。このね、豚の甘みとかもやしの甘みも映ってるし、うまいなぁともうどんどん2杯目もねありますから、いろいろいっちゃいましょう。次増してるんで、早速豚いっちゃいますか。うん、うまっ。ギュッとした食感なんだけど、歯切れもいいし、赤身の旨味が詰まってる。うん、うん、うまっ。したらもう早速これ麺掘り出していただいちゃいましょう。うわぁ、うまそう。めちゃくちゃいい、うま。今回コールの方はですね、ニンニクのみ注文してあります。早速これニンニクも全和えして、うん、まっ。ああ、うめえ。ごちそうさまでした。やっぱうますぎる。ちょっとごめんなさい、この西早稲田店さんの方には、まあ、YouTube ね、撮影するように端っこの席、お取りしていただいてるんですけれども、ちょっと寄せてるから分かりにくいね。ごめんね。これ見て分かる通り、卓上の調味料、こちらの店舗さんにはね、結構あるんですよ。あるんですけど、でももうこれね、使う暇マジでない。うますぎて、このベースで十分。よっ、あっ、うわっ、あっ、
はい、ということで本日の2杯目ですね。うわ、やばいなこれちょっと本当にいろいろと思い出す一杯だわ。早速食べましょう。いただきます。動画の方でもね、よくお世話になっていた、この藤丸さんはね、本店、神谷本店さんの方ではですね、こんな感じのもりもりスープがこぼれるような一杯をいつもいただいてましたけどこの光景が久々で嬉しくなっちゃう。うん、あ、うまいな。ちなみにこの2杯目なんですけれども、注文してあるものは別途ね、トッピングで野菜なんかも追加してますけれども、おそらく通常の営業時で、頼めるもので言うとこれが一番マックスの量かな。やっぱり藤丸さんといえばね、この二野菜に味付け油ですよ。もうちょっとですね、これ野菜どかすとわかるもう麺パンパンですよ。くわー、あ、やっぱもう今回はちょっといつもの大食いと違ってね、茹で麺 800g だったら僕らにとってはペロリなので、最後までもシンプルに純粋に楽しめるから、やっぱり藤丸さんのラーメン大好きだし幸せです。うん、うまっ。うめえ。でもほんと藤丸さんこそこの天地返しした方がいいんですよね。お醤油の感じとかもしっかり味わえるタイプなんですけど、表層のね、油が多いんで麺を混ぜずに食べ進めちゃうとそこがね、結構しょっぱくなるんですよ。天地返ししてひっくり返すことによって最後までね、もう均一に美味しく食べれるんで、この食べ方がおすすめです、個人的には。うん、うまっ。ちょっと夢中になって忘れてました、別案でいただいてるニンニク、レタスも全部入れちゃおう。これ家帰って絶対怒られんな。ちょっと ね別途トッピングで追加注文してあります豚カス油というものですね。かけてもいいんだけど、まずはつけ麺で。合うなぁ。休憩で。
うましたらもうね、本当に具材これでラストなんで、最後はちょっと唐辛子を油や麺にね、これ絡めつつ、ということで本日はですね、こちら藤丸さんの、西早稲田店さんで、美味しいねラーメン2杯いただきました。最高です、やっぱりめちゃくちゃうまいです。お店の方もね変わられたということで、もちろん、今まで出していたこちらのラーメンよりもまたねブラッシュアップしたようなラーメンとなっておりまして、改めてこの藤丸さんは美味しいなと、体感させていただけるような、そんなね最高の一杯でした。このあたりですと、お仕事の方はもちろんですけれども、若い方も多いとは思いますし、フラッとね都内の方を食べに来れるよって方はぜひこの藤丸さんで美味しいラーメン食べてみてください。で、今回ね動画にもさせていただきましたけれども、並盛りが1杯目ぐらいの量で、マックス量でも、今の2杯目ぐらいですね。とは言ってももちろん並盛りの、茹で前 300g でもものすごく量が多いので、皆さんもですねご注文の際には、無理しないように、してください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。